続いては月曜日の特集、よくわかる IT。 今回は天気予報です。毎日のお出かけ前や週末の予定など身近なニュースの天気予報、より便利で精度も高くなっています。スマートフォンを購入して最初に入れるアプリの中でも定番といえるジャンルが天気予報アプリ。毎日使っている人も多いのではないでしょうか。最近では単純に天気予報を表示するだけではなく、それぞれの方法で細やかな気象情報を提供しているアプリが人気を集めています。ウェザーニューズ社のウェザーニュースタッチは400万人以上という登録ユーザーから寄せられた情報で天気予報の精度を大きく向上させたほか、さまざまなユニークな機能を搭載しています。ウェザーリポートといって、会員400万人の方々から毎日たくさんのウェザーリポートを送ってくださってるんですね。すると日本全国、あとまた世界も今どういった空かっていうのが分かるんですよ。で、天気予報で一番大切なのは今どうなってるかなんですね。で、今が分からないと先が分からないわけですよね。ですから今の気象の状況を皆さんの力で皆さんと一緒に把握して、そして今後これからどうなるかということを皆さんにお返ししている、そういったシステムですね。大雪アラームというんですけども、これ今回は首都圏限定で出させてもらっています。で、これは首都圏に雪が降って、例えば交通機関などに大きな影響が出るときですね、そういったときに事前にアラームでお知らせするという機能です。単にその気象的なデータを見て予報するだけではなくて、皆さんから雪の降り方ですね、雪の降り方の報告をいただいて、その雪の降り方の変化を我々見て、さらに全体の気象場の状況も確認して、これは首都圏かなりの大雪になるだろうという時に事前にアラームを出して、その大雪に備えていただく、そういった機能になりますね。今回ご紹介しているアプリというのは、ユーザーからの情報をもとに、お天気を予測するということで、実はこれに似た機能としては、皆さんの乗っている自動車についているカーナビが情報を、通信で送って渋滞情報として反映するというようなものがあるんですね。カーナビの場合もお天気の場合もやっぱりこう観測地点よりユーザーの数の方が断然多いわけじゃないですか。ということで、よりきめ細かな予測になったり、よりきめ細かな情報が提供できるということなんですよ。使うだけじゃなくて自分でもそこに情報を提供する側になってみると、ちょっと楽しいし、ぐるっと回って自分のところにも恩恵が来ると、いかにも、インターネットらしい使い方だということだと思いますね。先日の大雪で仕事や生活に大きな影響があった人は、次の大雪に備えて最新の天気予報アプリを試してみてはどうでしょうか。大雪アラーム助かりますね。そうですよね。ユーザーからの情報も利用するので、ユーザーも参加しているような楽しさも味わえるんですね。そうなんですね。しかし世代や職業によって知りたい気になる天気は様々ですし、またその日その時によって欲しい予報というのもいろいろなんですよね。そんな潜在的な万人の要求に応える能力を持っているのもこの IT ネット、ということになるんでしょうけども、多くの情報提供者とのジョイント予報でもありますから、これが今の、傾向であり魅力ということにもなるんでしょう。今後ますます強力なツールとなっていくんでしょうか。